はい、えー、中野プロパティーマレーシア中野ですマレーシアでインターナショナルスクールと不動産の案内をしております今日はですね、えー、何回目になるかな youtube 配信しだしてふとですねあこれ大事だな、えー、皆さんに伝えようみたいな思ったことをですねさ、えー、さっさっと今までみたいなあの動画の編集もろもろしっかりやるんじゃなく大事なことはね写真にも載せますが伝えていこうと思ったのでそれを 配信いたしますそれは何かっていうとですね今日も学校案内してたんですけども学校の入学インターナショナルスクールの入学担当者がですねいつも気楽に言うんですねどんなことを言うかっていうと「あああとね入学まで3ヶ月ありますし、えー、大丈夫ですよ英語をねもっとマスターしてきて帰ってきてください」とかね3ヶ月だったらねまだしも1ヶ月とかでねインターナショナルスクールの入学の担当者は「 あ英語ね、まだまだ大丈夫、大丈夫、1ヶ月あればなんとかなるよみたいなことを言うんですけど、うん、これね、結構ね、あるあるなんですね。えー、日本人でそんなこと言う人、ほぼいないと思いますが、えー、マレーシア人だと、そういう人結構います。まずね、これはなぜかっていうと、マレーシア人は多民族国家なので、いつもですね家では平気でですね、えー、英語以外使ってるんですね、えー。中華系は中国語、マレー系はマレー語。 インド系はタミール語ヒンズー語ってね普段家で使ってるんですね。で英語はあくまで社会とつながるツールとして、えー、家以外でまあ家でも使うことあるんですけど、うん、まあ第2言語か第1.5言語ぐらいでも世の中に完全に出回ってる言葉として普段も使う言葉として目にも入る耳にも入る言葉として英語を使ってるんで彼らはね えー、2か国語3か国語喋るっていうのが当たり前に簡単にやってるんですねうちのビジネスパートナーもまず英語マレー語、えー、中国語といっても旦那さんがホッケンなのでホッケンと奥さんが、えー、カントニーズかなマンダリンも喋りますし中国語って、ね、方言によって全然違うのでそれぐらいあの言葉をマスターすることに長けてるんですね。 なので、えっ、ー、と1ヶ月とか。まあ3ヶ月まあ、半年。あれは十分でしょう。みたいなね。そんな感覚なんですよね。まあ、でも実際我々日本人からしたら1ヶ月3ヶ月。まあ6ヶ月でも英語がゼロの人がね、えー、なんかそれなりのまあ、ちょっと生活に困らないぐらいの英語になれるかって言うとそうはいかないと。 思うんですけど普通に考えたらね、うん、あとはうちで案内しててよくあるのはあ「あと半年なんとか頑張ります」って言われて私がはあと半年でどれぐらいあの行けそうですか塾とか例えば英会話スクールとかどれぐらいの頻度で行けますかって聞いたら、えー「週1回行ってたの週3回にします」って言われるんですけどそれって1回何時間ですか一1時間です。ねえっ、ー、と1週間。 148時間ありますよね時間のうちどれだけ英語付けにするかっていうところが勝負だと思うんですよあの留学してた方なら分かると思うんですけども確かに留学すると1ヶ月ぐらい昔の留学ねもう日本語が私が行ってた時のような日本語が全然目に入らない耳に入らないで普段も全部英語付けで授業も英語友達とも英語寮に戻っても英語 うん、ちょっと最初ねホームシックにもかかるんですけど、はい、当時はねそんなあのインターネットスマホとかなかったんでそういう時代だったんですけどそれぐらいだったら1ヶ月でもまあちょっと生活するのにね困らないぐらいにはなりますよね。 うん、大体何言ってるのか相手が何を求めてるのかとかね、うん、それぐらいねなあると思うんですけど英語もねゼロから始めても A から Z 書いて「ッグキャットハロー」ぐらいは言えると思うんですけどそうじゃなかったらねちょっとした文章は無理かなそうじゃなかったら1ヶ月でそんなの無理ですよね。うん、無理ななんんでですがまああもそんな中あえて対応策を 提案するとすると私のおすすめはもう本当に英語漬けにするということでスカイプ英会話あれはいいいと思いますね結局会話力が弱いですしどれだけの時間英語漬けにするかっていうとこは勝負だと思うんでまあ可能な限りあのスカイプ英会話ってすごい安いじゃないですか。 んと100円200円そこまで安いのはないかな本当数百円程度からあるのでうんそれをまあ本当に空いてる時間は全てっていうぐらいできたら1日3時間ぐらいはでほぼ毎日 3×7 かとしたら。 もうどっか隙間時間ってありますよね。スカイペイ会だとできますよね。七三二十一時間。一週間二十時間ぐらい行ったら、それなりに分かるようになると思います。喋れるようになると思います。うん、特に会話って本当慣れなんで、 だいたいハローから始まってどんなこと聞いてくるか聞かれてくるのかとかイントネーションとかまあ CD の音と違うこととか特に Skype 会話は喋らないといけないんで喋ることがある程度できるとインターナショナルスクールの,あの面接でもかなりやっぱり有利になるのでの片言でもいいから喋るそしてなれる外国人になれる喋ろうとする意識をつけるそういう意味でもね英会話。 でまあ英会話学校行くのが一番いいですけどマンツーマンで家庭教師とかねなかなかそこまで財力ある方は難しいと思うんで,でもうパッとは今から行きたいとかねこの空いてる30分でやりたいとかそういうのは30分つなぎとかは難しいんでそういう意味でもスカイペ英会話をねあの本当におすすめします1ヶ月でも3ヶ月でもまあちょっとスパルタですけどさっき言った,できたら30分つなぎ1時間をまあどっか小回りでも1日できたら3回ぐらい3時間ぐらいをちょっとスパルタですけどね。 1> 1週間ヶヶヶ月2ヶ月3ヶ月やれば絶対に変わります、まあ留学経験のある方なら分かると思うんですけど自慢じゃないですけど i 育920点の私が言うんで間違いないと思います。ということで、えー、今日は、はい、マレーシアの入学担当者が、えー、気楽に数ヶ月で英語なれるよできますよって言いますけど無茶なことを言いますとでもそれはまあ不可能ではないですよということを伝えたかったので。 YouTube にしてみましたそれでは